監督は時代劇ってのは何本ぐらい撮ってらっしゃるんですか？いや、もう初めてです、初めてです。そうですか、はい、もう初めてで、うん、もう回してください。あ、もう、あ、そうですね、見てるのは見てるんですけど、はい、そんなこう古典的な、ああいうこう、なんて言うんでしょうね、はそこまで見てなくて、最近の時代劇はよく見てるんですよ。その三池崇史監督の映画だったりとか、ああいうのは結構大事にしたいなと思ってて、なんかこうそういう今の時代にあったって言ったらあれですけど、はい、そういうのは割とちょっと自分の中で見るようにはしてて、今回のそのお話いただいて、まあ自分なりにこう、はい、できることをこう取っていこうかなっていうので、いや、すごい、あの、はい、監督ワールド、やっぱり今回僕自身が、はい、僕もやっぱり東映出身なもんですから、はい、で時代劇のいわゆる中心が固定概念、あ、固定先入観念があってね、はい、そういう中で自分自身がっていう、すごくやっぱりある自信、自分自身が自分に勝手に抵抗している、そうです、娯楽作品だと。うーん、で今ネット社会ですから、ネットでやる、あのスマホで吉良幸助之助役なるものを検索したら、うーん、結構そうですよね、違う、全く違うね、うん、史上最高の最大の略が書かれていながら、実は名君だったとかね、うーん、でわあ、なんだろう、で僕自身やっぱり今回、はい、あの翔先生の作品の中で、はい、その中自然にチャレンジさせていただこうと思う意識があった、はい、うーん、で演出家がどういう人だろうっていうことがあって、はい、それは最初やっぱり、うーん、クエスチョンもあったんですが、すごくテンポよく、いやいやいや、こだわり自分の意識の中で先に、はい、もう整理されてる、あ、ショーワールドが入ってるっていうの、それを感じましたから、ね、ありがとうございます。もうそう言っていただいて、いや、もうね、とやっぱり結構限られた時間と、そう、こうやっぱりある中で、はい、こうなるべくね、こう迷った感じはちょっと良くないなっていうのもやっぱありますし、はい、こうまあ、自分の中でこうどういう感じでやろうっていうのはちょっと決めてたので、はい、それを結構あのダイレクトにそう言わせていただけれて、はい、もうそれでその皆さんには結構バタバタさせてしまったかもしれないですけど、でもそれがそのなんかその勢いとかが映像に出てたので、なんかそういうのはなんか良かったなってやっぱり思いますし、あの編集がね、はい、実にあうまく巧みに、で、あの、はい、僕も照明さんとの、はい、あのお互いに、はい、割り切りっていうと失礼ですが、はい、うまく、あ、すごい絵を撮っていらっしゃるなと思いましたね。ありがとうございます。もう編集でやっぱりいろいろ変えていこうっていうのは思ってたので、あの撮りの段階から、はい、なんでちょっとそこは結構考えつつこう撮らさせていただけたんで、はい、あの僕らはあの東映の山下耕作監督なんで、はい、大監督いらっしゃって、はい、やっぱりハリウッドの映画なんかでも撮影監督と編集監督が同じぐらいの極端に言えばあの扱いでいらっしゃる、はい、あるっていう世界でもありますから、そうですね、編集で今日はすごい編集されてるな、 ありがとうございます、嬉しいです、それを特に感じましたね、あ、ありがとうございます、はい、もういろいろで僕のことうまく絵を使っていただいていやそれはもうだって正直ちょっともっとあのねやっぱ出しろというか、うん、こうもっと撮りたいってありましたけど、うん、あの場面だけっていう感じじゃないですけど、はい、本の中では、はい、でもいざやっぱこう映像としてあれがねこう流れた時にやっぱり、はい、やっぱりいろいろ見たいってなりますし、いろんな角度から見たいっていうのはいろいろ考えてたんで、あの本ちゃんのシーンとしては終わってるけど、はい、いろんなとこに実は追ってもっといっぱい見た感じになるというか、はい、なんかいろんな堀田晋三さんをちょっとこう 見たいなっていうのはちょっと思っておりましたので、はい、あ、それで僕はやっぱり翔先生から、はい、本読みの時に、はい、徳丸さんからちょっとこのセリフをっていう先生との打ち合わせ、はい、ありましたね、僕あのセリフが、はい、幕府朝廷、全てこのキラの、はい、思うがまま思うがまま、はい、あのことをセリフをいただいた時僕はドキッとしたんですがね、だからあれがどういう形で現場でこれを言わせていただけるんだろうっていうのが、うーん、でやっぱりその部分全部出てこなかったっていうことあったんだけど、難しいだろうな、そうですね、あの裏なぜあのキラーがあのセリフを語るかっていう、うん、
という時のなんか時代背景も感じたりしましたね。いやもうほんまにでもやっぱり一番お約束な、はい、場面というか、はいはい そうですね、そういうのって結構ちょっとハードルがやっぱりどうしてもこう上がるというか、はい、でもなんかあんまりそれは考えずに撮れたので、すごいそれはいや演出力の凄さというか割り切りっていうか、はい、あの本徳寺さんですか、お寺さんの、はい、あのやっぱりすごいところに、で自分自身が、あ、俺何を悩んで挑戦しようとしてんだろう、自分自身がちっちゃく見えましたね。これはもう翔先生のおっしゃってらっしゃる通りの与えられた中で自分をベストを尽くすしかないという割り切りができたんですよ。もうやっぱあのでっかいこうすごいロケーションがすごかったので、どうしてもやっぱ そこを生かしたいなっていうのはすごく撮っててやっぱ思ったりとか、ね、ありますよね。やっぱり僕らもやっぱり負けようっていうのは勝ち負けじゃなくて素直になれる、あのすごいシチュエーションロケ場所、あそこに中心ぐらい、あの、新選組の、あ、はいはいはい、ありますね、切り跡が、切り跡が当たり、この歴史の凄さ、あの廊下の板のあの迫力全体が、うわーって、こういうところで立たせていただける幸せ感を、いやーよかった、ものすごく感じました。いやありがとうございます。もういやでもほんまにあそこのシーンとかは特にご好評もいただいているので、はい、もう本当あそこで、そこも結構運命的なね、あの出会いというか、あそこで撮らさせていただけたのは、はい、いろいろあっての急遽あそこになったので、はい、あのなんかね、そういう引き寄せられてたのかなっていう、そういうのもあると思いますし、はいはい、すごい心地よくそのロケ場所を提供してくださった方々も、ね、あの急遽本当に 2週間ごとの撮影やとか、そんな急遽なスケジュールにもかかわらず対応していただいたので、うもう本当そこには感謝しきりで、美術、はい、小道具を全く必要としない、あのセッティングの建物だけの凄さですよね。そうですね、すごく映像から高級感というか、はい、なんか伝わってくるので、すごくもうそこをなんか生かしてやりたいなっていうのをすごく思って、はい、思いましたね、すごく、はい、微妙なやっぱりコンテ、あの、はい、カット割りってされて いて、はい、それはどうだったんですか、現場以外。あ、カット割りとかですか。いや、なんとなくこう自分の中で絵コンテも作っていって、で向くんですけど、はい、一応その場で感じたものを撮ろうっていうのはなんか考えで、でも時々やっぱ分からなくなるんですね、こうどう撮ろうかなってなっちゃう時に自分が書いてたやつを見るんですけど、基本的にはその時思ったこういう感じでバッて撮ろうっていうのを大事にしたいなとは思ってたんで、そこはこう極力そういった形で撮れたので、もう失礼ですが、あ、今すごく忙しく乗ってらっしゃる監督だなと思ったのは、割り切りがすごく良くて、皆さんは俳優さんとかスタッフの人を乗せる雰囲気が、雰囲気作りが素晴らしかった。もうありがとうございますというふうに感じましたね、はい、ありがとうございます。もうそこは大事にしようというふうな思ってるところなので、はい、なんかそこは、ね、結構あのなんて言うんでしょう、そう言って感じ言っていただけたりとか、はい、なんかこう感じていただけてたらすごく、はい、はい、ありがとうございます、はい、まあ楽しいものを作ったりとか、いいものを作るためにやってるので、うん、あの現場がピリピリしててこうギスギスしてるといいものってやっぱりこういい発想も生まれないですし、いろんなアイデアも出ないので、やっぱいいものだったりとか面白いものを作るときはみんなやっぱ現場も楽しくありたいですし、やっぱこうその中でもいいみんな意見も言いやすいですし、うん、こういうのどうかなってアイデアも出しやすいので、そういうのはやっぱ大事にしていきたいなっていうのは思います。出演者配役の妙っていうか、皆さん生き生きされてましたね。うーん、はい、自分の持ち役を本当に十二分に、うーん、もうそこはすごくもういやもうそれ感じてわーというのを ありがたいです。もういや感じました。ありがとうございます。ありがとうございます。もう隣でもうもう、はい、でもほんまあれ本当ね、はい、清水さんには本当にいい今回初やったんですけど、本当もう甘えに甘えさせていただいて、いやいやいや、私もあの映画は初めて現場でしたので、はい、すごく緊張しながらやらさせていただいたんですけども、はい、やはり監督がこう、うまく雰囲気作りをしてくださったの。山川先生ですか、はい、そうですですよね、はい、あいい、失礼ですがすごいやっぱり
方を演じられるっていう、いやその説得力、映画素晴らしかったですよ。あ、本当ですか。絵写りっていうか。あ、本当ですか、うん、ありがとうございます。もうそれインパクト、僕は一番なんか一番印象に残ってるんじゃないかな、あの、あなたと徳丸さんが。あ、本当ですか、ありがとうございます。あ、スメンで拝見するの初めて。あ、そうです。見事に化けていらっしゃいましたね、はい、いやいやいや、もうね、うまく撮っていただいていますので、いやいやいや、はい、もう皆さんそれに載せていただき、いやいや、いや、もうそんなもん、もう光栄ですよ、ほんと。そこでああいう、あれほどやっぱりすごい歴史的なすごい方を演じられたら、はい、またこれからまたどんどんステップアップされていきますね。そうですね、やっぱりこれからも、やっぱり、うん、これをきっかけにといったら、まあ、あれかもしれないですけども、やはりどん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 上になんかきっかけって必要ですからね、はい、だからやっぱり舞台だけじゃなくて映像の方も、はい、ね、うん、やらせていただけるならまた、うん、やらせていただきたいなと思っていますけどね。あ、すみません、ちょっと余計なこと、監督と2人で喋りすぎてすみません。いや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 、山本先生いらっしゃったので、素晴らしい、全然全然、いや、と、まあ今回もこうやって、堀田真三先生だったりとか、その清水さんだったりとかですね、はい、やっぱこう、そういった、いただいたご縁はやっぱり、はい、まあ、山本先生のおかげというのもありますし、はい、これからも何かね、これを機になんかいろいろと発展していけたらなと思っておりますので、はい、なんかできることがあれば、また、なんか、通信なんかしたいなとは思っております。山口先生ワールドって、なんか、いっぱい、これが素材としてなんか、すごいな。そうですね、もう勉強に、僕とか勉強そうになりました。あ、あれですね、なんか、あ、びっくりした。誰かあるかなと今回です。はい、いやー、でもありがとうございます、本当に。もうこの場に僕なんかを選んでいただいて、はい、もう本当に光栄でございます。ありがとうございます、本当に。あ、先生、じゃあちょっとごめんなさい、もうちょっとそろそろと、私ちょっと2時間かけて帰らないといけない。ちょっとありがとうございました。申し訳ないです、とお仕事の関係上申し訳ないです。でもありがとうございました、本当にお話しさせていただきまして光栄でした。ありがとうございます。はい、ま、先生なんか喋られます？今からみんな、はい、家かわ。ああ、なるほど、わかりました。すいません、じゃあ堀田先生、申し訳ないです、ありがとうございました、本当に。もうこの時期だからあんまりこう、そうですね、あれでも先生と握手の方をちょっと、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました。